マーマムは韓国の4人組ガールズグループである RBW 所属2014年6月19日にミニアルバムハローでデビューグループ名はもともとはプロデューサーのキム・ド・フーンが作曲した楽曲のタイトルであったがメンバーたちがある機会にその曲を歌った際良い名前だということでグループ名として使うこととなったメンバーたちは赤ちゃんが最初に覚えて言う ママのように、現象的で本能的な世界中の人々に馴染む音楽を歌うという意味を込めている。その他のグループ名の候補に、中心になりなさいという意味の、バリー・バートン、4人の平均身長が160センチメートルということから、160があったファンクラブの名前は、ムム。ママムのムが韓国語で大根という意味のため、応援グッズなど大根が、 モチーフに使われている。デビュー当初、メンバー全員が高い歌唱力と堂々としたパフォーマンスから新人らしくない新人などと報じられ、音楽ランキングでも上位にランクインした。フィーンとファサが最初にメンバーに選ばれ、ソラとムンビョルが合流し、グループが結成された。2014年1月9日、バンキーがフィーチャリングした楽曲、Don't Be Happy を発表して、 注目を集める。2月11日にケイウィールやフィソンとコラボした楽曲、5月30日に同じ事務所のヒップホップディオギークスとコラボしたをリリースし、6月19日にファーストミニアルバム、ハローのタイトル曲、ミスターアンビギュアスをリリースしてデビュー。パフォーマンスを披露するママム2015年4月2日、シンガーソングライター s スナとコラボしたデジタルシングル、 アーウープをリリースし、2週間限定で活動。6月13日に、モンゴル国ウランバートルで、韓国大使館が主催する韓国とモンゴルの外交関係25周年を記念するイベントに出演し、パフォーマンスを行った。デビュー1周年を迎えた6月19日、サードミニアルバム、ピンクファンキーをリリース。楽曲は、商業的に成功を収め、 バオンチャートで最高3位を記録。8月23日にソウルマツハクカオルドのオリンピック公演売り、金融アートホールにて初のファンミーティング、ファーストモーパーティーを開催。10月3日にアメリカ合衆国ロサンゼルスで開催された第42回 LA コリアンフェスティバルへ参加し、翌日にはフォンダ劇場で初の海外ファンミーティングを開催。 2016年3月6日にファーストフルアルバムメルティングをリリースしタイトル曲 You are the best で音楽番組1位を8回獲得した。また1月29日にリリースした I Miss You と2月12日にリリースした 1cm のデジタルシングル2曲も収録。8月13日にオリンピック公演オリンピックホールでママムの 初めての単独コンサート、2016ママムコンサート、ムーシケルを開催。同日、各音楽配信サイトで、ユニットアルバム、エンジェル、ダブダブをリリース。ボーカルメンバーであるソラフィーンの、エンジェル、ラッパーメンバーであるムンビョルファサの、ダブダブ2曲が、ダブルタイトルとして収録された。11月7日にフォースミニアルバム、メモリーをリリースし、 9月21日にリリースしたデジタルシングルニューヨークも収録。2017年6月22日にフィフスミニアルバムパープルをリリースし、タイトル曲が発売直後メロンのリアルタイムチャートで1位を記録。また音楽番組では1位を7回獲得した。2018年1月4日にデジタルシングルペイントメをリリース。メガボルトでは 各メンバーを象徴して青、赤、白、黄色の衣装を着用し、この4色を基調としたミニアルバムが展開される4シーズン4カラープロジェクトが始動した。3月7日に4シーズン4カラープロジェクト最初のシックスミニアルバムイエローフラワーをリリースし、音楽番組1位を9回獲得した。また1月4日にリリースしたデジタルシングルペイントメモ収録。 7月17日に日本公式サイトが開設し、同月23日に JVC ケンウッドビクターエンタテインメントからの日本デビュー、それに伴いママムジャパンコンサートツアーの開催が発表。10月3日に日本ファーストシングル、ディーカルコマイニージャパニーズバージョンマイナスをリリースして日本デビュー。2019年3月14日に 4シーズン4カラープロジェクトの集大成となる9ンス、ミニアルバムホワイトウィンドウをリリースし、タイトル曲ゴゴベベで音楽番組1位を7回獲得した。8月7日に日本ファーストフルアルバム4カラーズをリリース。11月14日にセカンドフルアルバムリアリティインブラックをリリースし、タイトル曲ヒップで音楽番組1位を7回獲得した。また、同年には、 ソリバダベスト K ミュージックアワードで初の大賞を受賞した。2020年9月10日にスペシャルシングルワナビー・イ・マイセルフを発表。11月3日にテンスミニアルバムトラベルをリリースし、10月20日に先行公開されたリンガとタイトル曲アヤでカムバックした。ミニアルバムフルアルバムデジタルスペシャルシングルユニットミュージックビデオママム。 YouTube チャンネルソロ OST シングルフルアルバムミュージックビデオママムジャパンオフィシャル YouTube チャンネルありがとうございます